友達とご飯を食べに行ったら、突然こんなことを言い始めた。殺人鬼から逃げた時間に応じて、お金がもらえるリアル鬼ごっこゲーム。知ってる？いやいやいや、そんなのあるわけないだろ。第一犯罪案それ。いや、本当にあるんだよ。だって、それに参加したことあるんだから。は、マジで？ああ。は、は、は。くそ、あの野郎、初っ端から攻撃してきやがった。くっそいてー。やられる前にやらねえと、殺される。制限時間は残り48分。それまでに行けるか。な、近くに嫌がる。この傷じゃろくに走れないし。どうする？ふう、なんとか落ち着いてきた。優勝賞金は、全員で100万円。プレイヤーは俺も含めて全員で5人。基本全員が初プレイヤーらしいな。この後、どう行動する？とりあえず。ってことがあったんだよ。マジかよ。なんか映画みてぇな話だな。俺も最初は半信半疑だったけどな、どうやら本当みたいだ。だから、お前も出てみたらどうだ。命がけの小遣い稼ぎ。あったは、俺は遠慮しとく。それでさ、結果的にどうなったんだよ。結果。試合結果。ああ。惜しくも3人だったよ。今回は殺人ゲームに参加するお話。ところで皆さん夏休みの宿題終わりましたか？今から一番怖い話をしましょう。明日から学校だね、やったね。はい、解説いきます。注目するべきは最後の言葉。惜しくも3人だった。これはどういう意味なのでしょうか？逃げる側の人は、惜しくも3人だった、なんて言わないですよね。一人失った悲しさ、知らんな。つまり語り手は、逃げる側ではなく、殺人鬼側の人間です。ってことは、3人というのは、